はい、皆さんこんにちは、バザリングルフィッシュです。プレキスピリッツ2015の高橋由伸でのプレーですね、続きを始めていきたいと思います。今日の、先発ですね、ドラゴンズの方は浜田というところになっています。由伸の方ですね、調子はニコちゃんマークついてるんですけど、疲労がちょっと溜まってますので、疲れを抜いておきたいと思います。どうしようかな、たこ焼き職人好きだからたこ焼き職人に役職でいらしましょう。給料日まであとちょっと、あとなんか契約しときたいような人いるかな、ちょっと依頼しときますか。14万もかかるよね、疲労が。あー、この人も好きだな。あとは回復したいんだけどな、まあいいか。というわけで、試合の方早速見ていきましょう。でですね、まあ難易度ですね、プレーをする上での難易度は前回と変更していません。球のスピードが一つ、アップ、ベーシックプラスですね。コンピューターの強さは強いです。普通から一つ上げた強い、これで、ちょっとプレーの方は継続させていただきたいと思います。以前の14回目かな、見ていただいた方、分かっていらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、コンピューターの強さをお任せにしたらですね、今まで打ちに打ちまくってたおかげで全く手が出ないというような事態になってしまったので、コンピューターの強さは一旦強いに、普通でプレイしてたのを強いに変更させていただいております。さあ早速1回の表ですね、ツーアウトランナー1塁でジャイアンツの攻撃は4番高橋由伸です。で A クラスを目指しています。一方のジャイアンツは好調首位に立っています。まず1球目スライダーですね。まだスプリット持ってますんで、追い込まれる前に打っていきたいところではあるんですが、これはボール球のストレートですね、133キロ。さあ第2球は3球目は何で来るか、これもストレートですね、きっちり投げたいですよ。135キロすら速く感じてしまう。どうだ、これはよっしゃー、インプレーですね。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、バッターランナーは二塁到達、ベースヒット、これで9試合連続安打、ツーアウトランナー三塁二塁。ちょっとミートから、ごめんなさい、強振からミートに変えるのちょっとやめましょうか。さあ先制を防げるかという場面、ここはしっかり切り抜けて主導権を握られないようにしたいですね。ストレートから入っていきました、ボール球長打。今日のクリーンナッパーですね、3番阿部、4番高橋由伸、5番長野というところですね。2割6分3厘。お、これは抜けるか、これはどうか、ファウルになります。これが3球目、引っ張った、これはどうだ、三遊間抜ける、三塁へ送球、サードランナー、おっとタッチはアウト、これで3アウト。しまった、走塁でのミスが2個出ちゃいましたね。得点を許しています。コースも悪くはないんですけど、これはうまく打たれたって感じでしょうね。ちょっと出遅れちゃったんですよね、これ2アウトだったんで、もう打った瞬間スタートを切らなきゃいけないっていう場面だったんですけど、ちょっとそのスタートが遅れたっていうのと、あとですね、ホームに送るもんだと思って、ストップをかけなかったんですね。なんでサードランナーというか3塁をちょっと飛び出してしまったと、ちょっとボンミスをしてしまいました。ホームランを含むマルチ安打を記録しています。先頭バッター、さあちょっとね、ミスは守備とバッティングで取り返しましょう。1番バッターの荒木を迎えているという場面、これは村田が抑えてますね。アウト、ワンアウト。ただドラゴンズに逆転を許して第2打席目、高橋由伸ツーアウトランナー二塁、ごめんなさい、ワンアウトランナー二塁、ただね、勝負強いバッターを迎えてますから、
この打席は要注意でしょうね。その警戒すべき高橋が打席に入っています。二塁ランナー返せるかという場面ですが、まずはボール球からいってきました。初球ボール球です。バッターボックスの高橋、今シーズンの得点圏打率は4割8分となっています。おー抜けた、これセンター前、これはランナー返ってくるで、返ってこないか。センター前ヒット、これでマルチヒット。真ん中に入ってきた、多分ストレートだと思うんですけどね。確実に目を積んでいきたいですね。まあ、勝負強いバッターを迎えてますから、配球には十分注意が必要だと思います。ランナースタート、キャッチャー2塁、うわー2塁タッチアウト、盗塁失敗。初球からスタートしましたが、ここは失敗に終わりました。さっきの走塁のミスを取り返すべく盗塁を敢行してみたんですけど、ダメでした。サイン無視ついちゃいましたね。ちょっとまずいな。忠実にバッティングに集中します。すいません、いろいろ暴走してしまいました。考えたいですね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。まずはフォークボールから入ってきた。ここは一発狙いでいきましょう。2球目は何で来るか。ストレート135キロ、極めています。ボール先行です。130キロ台のストレートだったら、まあ際どいコースに来てもなんとか甘くなると痛い目に遭いますね。いけるかどうかってところですね。なるほど、さあどう来るか。さあ3ボールとなってどこに来るか。完全に外れましたね。フォアボールです。まま終わってしまうのか。2アウトランナー2塁。いい組み立てだったと思いますね。まあ、ただ次は怖いバッターなんでね、首を横に振ったストレートで待ちましょう。又吉、高橋が打席に入っています。ちょっと又吉久しぶりなんでデータ見ましょう。あ、スライダーストレート、まあ、このあたりですね。又吉ね、首を横に振って何を投げてくるのか。第1球、まず1球目、だーストレートだ。掴んだ、一塁送球、一塁アウトでスリーアウト。今日走塁ミスに、サイン無視、チャンスで凡退といいところなしですね。ただジャイアンツの方は同点に追いついてくれた。ツーアウトランナー一塁。打席には5番バッター高橋。先ほどの打席は同点のチャンスだったんですが、ショートゴロに倒れています。ツーアウトランナー一塁です。さあ盗塁の指示が出てるんで、アウトだ。セーフ。ああよかった、セーフですね。初球から決めてきました。ここで盗塁を許してしまいました。まあバッテリーもね、警戒してたんでしょうけど ね、 いや痛いですよ。さあ二塁にランナーを進めて、そうです、ね、ストレート149キロ。やっぱ150キロ近いストレートになるとコースに投げられるとなかなか合わせるのが難しい。さて西さん、バッターの高橋対左ピッチャーはどうなんでしょう。いや苦にしてませんね。というか左の方が得意だと思いますね。うん、そうですか。次が4球目。外へ持っていきましたが入りません。ワンボール、スリーボールになりました。ワンストライク。これは歩かせられるかもしれないかなという場面になりました。これが5球目。完全に歩かしですね。ここでフォアボールを与えました。結果はフォアボール。さあ長野という場面に変わりました。初球はストレート決まっています。これは2アウトの場面なので、まあ、打った瞬間ですね、スタートを切るというような場面です。おっとっと、タイミングが合わなかったでしょうか。すぐに追い込みました。まあ、バッターここはゾーンを広げて対応してきますから、ゴール気味でいいですね。あー、これは空振り三振だ。ここは投げ勝ちました。バッテリー三振。ツーアウトランナー一塁、ピンチですね。9回の裏ですからね、サヨナラの場面というところで、6番バッター藤井、ヒットでランナーを1塁に置いています。長打が出ればサヨナラというところですからね。振っていきましたが三振。ただここは空振り三振に仕留めて延長戦へともつれ込む展開。
あー、ただサヨナラか、ルナに一発が出たかな、これは最後ね。ドラゴンズがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。延長でのサヨナラゲームとなりました。西さん、やはりホームランでのサヨナラ。ただ守備でまずい、あ、走塁でちょっとまずいのはね、何個か出ちゃいましたからね。サイン無視が許されたのは、まあ2安打打ったから以外の何者でもない、ちょっと不甲斐ない試合になってしまいましたけども、今日は山井と菅野の投げ合いというところです。ここは何としても、勝ちをね、もぎ取っておきたい、そんな場面ですけど、名古屋ドームからお伝えしてまいります。セ・リーグ公式戦中日。さあ、まずは1回の裏ですね。由伸の守備機会、1回の裏、1番バッターは荒木です。ドラゴンズはジャイアンツの先発はエース菅野、バッターは荒木。さあ、ジャイアンツはエースが登板ということになります。さあ、そのエースをドラゴンズ打線がどう打ち崩していくか、非常に楽しみです。もう今やジャイアンツは内海がエースと呼ばれるよりかはもう菅野がエースですからね。内海はもう後ろかというと、破りました、センター前、ベテランの位置、これで3試合連続安打。2回になります。ジャイアンツの攻撃、バッターボックスは4番高橋。昨日のゲームでマルチ安打を記録しています。さて、ドラゴンズの先発は山井。ここまで9試合に登板して3勝3敗という成績。山井とは多分初対戦になると思います。前回の登板は7イニング投げて勝ち投手になっています。まずはフォークボールから入ってきました。続けて奥原、同じようなところに2球続けて同じ球種フォークを投げてきましたね。そろそろインコースにスライダーストレート来るかもしれないですね。読み通りのインコースでしたけど、球種がスライダーでボールに外れてます。これで3ボールですね。次は多分間違いなくストライク取ってくると思うんですけど、1球ちょっと様子を見たいと思います。ここは1球見ました。真ん中にストレートが入ってきましたね。さあ、次の1球、もう1球スライダーで来るかな、どうでしょう。うわー、スライダーだ。ファーストが取る、1塁そのまま入ってアウト。狙い球のスライダーでしたけどね、読みは当たってましたけどちょっと打ち損じました。さあ、回の方は進んで3回の表です。1点ずつ、両チーム取り合って1対1の同点、ツーアウトランナー1塁。山井との2回目の対戦はツーアウトになっています。まずはフォークボールから。ドラゴンズはここまで7連勝で A クラスを目指しています。あ、打ち上げた、これストレートですね。この打球はフライになっています。取って3アウトです。あ、2球目の高めのストレートですね。ジャイアンツの方が2点勝ち越しをして2点リードの場面、ワンアウトランナー1塁で、山井との3回目の対戦は1球目はまず、盗塁が出てますね。谷重も肩落ちたのが今の余裕でセーフですね。この場面で盗塁を決められてしまいました。確かに、そうですね、走ってくるとは分かってたんですけどね。めちゃくちゃいいスタートを切ったようには見えましたけど、にしてもね、安定感のある、ワンヒットで点が入ってしまいますね。やはり足があるというのは大きなアドバンテージということですね。はい。さあ、ツーストライクと追い込まれて、
バッターの高橋、今シーズン得点圏での打率は4割8分1厘となっています。うん、さすが4番、素晴らしい数字ですね。ここも期待十分ですね。はい、期待しましょう。お、大きく外れました。このスライダーは何のために投げたスライダーなんだろう。インローボール、これでフルカウントになりましたね。歩かしもあるかな、際どいところに投げてきそうな感じはしますが、うわー、打ち上げた、打っていった、高い打球になった。これ高めの見逃せばボールかなっていうようなスライダーでしたね。ああ、ストレートでしたね。吉野ここまでノーヒット。バッターボックスには4番高橋、ピッチャー田島に変わってます。さあ、田島のデータですね。ストレート153キロマックスか。それにスライダー、スプリット持ってるピッチャー最近多いですね、本当にね。これが1球目、まずはストレート146キロ。あー、これ3クォーター気味に投げていくんだな。あまり知らないピッチャーでしたけど、田島、うん、今のストレートも速い、ストライクです。なかなかいいピッチャーな感じはしますけどね。次が3球目。あー、これは打ち上げたか。よし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 、次もスライダーでいいかもしれませんね。うん、なるほど。うわー、見逃して三振です。今のスライダー打てないな。さあ、吉野部の方も退いています。試合の方も5対2で、勝利を収めることができましたが、吉野部今日はねちょっといいところなしでしたね。ドラゴンズ敗れてしまいました。西さん、やはり今日は相手がエースだったということで打線は相当手こずりましたね。菅野は前回早々にノックアウトされてましたけど、今回はまあナイスピッチングと。でもね、たまたま1日ヒットが出なかっただけでファンが20人も離れていくっていう恐ろしい世界だな、プロ野球が。今日の先発相手投手は大野。ストレート151キロ、キレもありますね。あとスライダー、ツーシームも持ってると。ここのところジャイアンツの先発マスクは阿部が被ってますね。リアルプロ野球と同じで。さあ、早速、1回の表ですね。打順が回ってきました。2アウトランナー1塁。バッターボックス高橋、昨日のゲームでは無安打に終わっています。2アウトになっています。先発ピッチャー大野、そしてキャッチャーは谷重。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。谷重そろそろ刺さないとさ、これキャッチャー送球してボールイン成功です。谷重全然肩悪くなっちゃったんだな。長野をさせないですもんね。許してしまいました。まあバッテリーもね警戒してたんでしょうけどね。何回これね走られてるんだっていうぐらい感じで不甲斐ないですね。これでワンヒットで先制されてしまいますね。やはり総力というのは大きな戦力、今のは長野じゃなくて片岡ですね。スタートを切ったのは大野。今日絶不調だ。バッターボックスの高橋、これは失投も視野に入れたい。得点圏打率は4割7分2厘となっています。いや、随分と高い率ですね。ここもやってくれると思いますよ。あ、そうですか。2ボール1ストライクから第4球はバウになります。これはフォークボールかな。
うわー、最後ストレート切って取りました。なんとかここで食い止めました。ご覧いただきましょう。ストレートでしたね。点を取られそうな場面でしたが、ここは三振を奪いました。1回の裏、これからドラゴンズの攻撃が始まります。荒木が打席に入ります。さあ、1回の裏守備です。これから1回の裏に移ります。あとは荒木、初球から来てきた。これはセカンドに入ってる片岡が抑えまして、抑えてワンアウト、まあ、無難な立ち上がりですね。打つに、さあ高橋由伸、4回の表です。大野、まずは先頭バッターを打ち取っています。まずはフォークボールから入ってきました。前回の対戦というか、この1回の表の対戦ではね、まあ、ストレートを受けて、まあ、半分ぐらいで投げてきてましたので、今回も多分その配球は変わらないと思いますので、ストレートをまずは待ちたい。外は際どいところにフォークだな。これが4球目。いやー、ストレート速い。2ストライク2ボールと追い込んでいます。やっぱりね、この140キロ台のストレートになるとなかなかミートするのが難しいですね。うわー、見逃し三振。あのフォークも厳しいところに投げてきた。バッターボックスは、さあ依然0対0ですが、あー、今日のノアクランナー1塁にドラゴンズが大野、そしてジャイアンツが宇津美、高橋由伸の投げ合いとなっています。第3打席目です。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。低めツーシームが外れて2ボールになっていますが、第3球目はそろそろストレート来るか。3球目は何で来るか。高めちょっと外れたか、ストライクが入りません。さあ、4球目は何か、打ちました。うわー、これゲッツーだー。2塁そのまま入ってフォースアウト。ただワンアウトランナー外れてくれたんで、ゲッツー崩れで残れましたけど、ファーストには小笠原が入ったんですね。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。うん、そうですね。そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。うん、そうですか。さあ、バッテリーどう組み立ててくるのか。谷繁健任監督、次のボールはゾーンギリギリを狙わないと危ないですよ。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えるか。これ盗塁の指示出してほしいな。ライト方向を流しました。一二塁間を破る。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これでマルチヒット。ワンアウトランナー二塁一塁。ここはうまく流されてしまいました。いいバッティングされましたね。さあ、ドラゴンズ先制のピンチです。ここはしっかり抑えて自分たちに流れを呼び込みたいですね。うん、そうですよね。まあ、そしてこのバッターの一発にはしっかり警戒した方がいいですね。まずは見送ります。際どいところですね。スライダーから入ってきました。ワンアウトランナー二塁一塁、先制のチャンス。バッターはアンダーソン。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。アンダーソンも率高いですからね。多分今高橋由伸に次いで打率のランキングも2位に入っているのがこのアンダーソン。今シーズン得点圏での打率は3割1分8厘となっています。いやー、勝負強いバッターですね。ここも期待できるんじゃないでしょうか。はい、期待しましょう。小宮山さん、ゲッツーを狙うにはどう。ストレート打った。おっと、これを掴んだ。まあ、これはいいプレーだな。一塁アウト、ファインプレー。ツーアウトランナー三塁二塁となります。ご覧いただきましょう。見事なダイビングキャッチを見せてくれました。村田が7番に下がってる、ね、これが初球。まず大きく外れてボールになりました。いい落ち方だったんですが、バッターよく見ています。
3ボールですね。ボールです。ストライク入りません。これは村田と勝負しない可能性もあるかな、もしかしたら。外高め決まってストライク。無難にストライクを取ってきましたね。外れてフォアボール。ただフォアボール。これで2アウト満塁。で井端と勝負か。外れてフォアボール。歩かせてしまいました。まあここはね割り切ってね次のバッターで勝負ですよ。まずはフォークでストライク取ってきました。これもストレートですね。いいところに決まってます。追い込みました。打った。どうだ。ああ、これは荒木が抑えました。名優ですね。井端荒木の二遊間だったコンビが。さあ、今度は守備機会ですね。バッターボックスは8番谷重。谷重フォアボールを選んでいます。フォアボールのランナーが出ています。これが3球目。1、2塁間ズワー、ライト前ヒット。谷重ここは綺麗に流していきました。まあそうですね、これで作戦も立てやすくなりますから、いい仕事し。バッターボックスには代打の高橋。大歓声を背に打席に立ちます。周平です。期待に応えたいですね。ここで1点がね。ただここは空振り三振。タイムリーとはいきませんでした。三振来て取りました。さあここで1番バッターの荒木に戻ってきましたね。打者がね流し打ち抜けた。セカンドランナー帰れば先制。中継にボールが送られる。よしよしよし。ライト前ヒット。これでマルチヒット。高橋先生はね、ここは体勢を崩しながらもインコースをうまく引っ張っていきました。そして大島か。それだけ崩れたんですけど、素晴らしいバッティングですね。さあ3球目は何か。レフトへ。これは落ちるか。ただホームに送球する。チャップだな。犠牲フライにはなりませんでした。犠牲フライにならなかったな。そしてバッターボックスにはルナが入ります。まあしっかりいいところで回しましたね。でしかもうちのボール打っていった。ここはフライになっています。井端が取った。掴んで3アウト。先制することはできませんでした。3ボールからでしたけどね。さあ0対0、試合を決める一発狙っていきたいと思います。バッターボックス高橋。今日はまだ当たりがありません。まずはワンアウトを取っています。うわー、まずはチェンジアップでストライクを取りました。低めの際どいところですが外れています。ストライクじゃなくてよかったっていうようなストレート。ボールになります。ライダーです。次が4球目。うわー、ボールついていけなかったな。今のストレート、うおー、際どいコース。フルカウントになってピッチャー決まったと思ったでしょうね。はい、3ボール2ストライクです。ストレートですね。ファウルになります。さあ7球目は何か。あー危ない。フォークボールでしたか今のボール。3ボール2ストライク、フルカウントです。またファウル。ストレート。うーん、今のファウルの感じだとストレートに振り遅れてますね。だ、変化球。最後はチェンジアップで空振り三振。ただジャイアンツが1点取ってこのまま試合終了かなっていうところですね。さあ最後のバッターになるか。1番打順は1番に返ります。バッター荒木。先ほどの打席はライトへヒットを放っている。変化球空振り。でゲームセットですね。試合終了。ドラゴンズ痛い敗戦となってしまいました。西さん、今日も、ね、あんまりいいところはなかったんですが、試合の方には勝つことができました。というわけで今回はドラゴンズとの3連戦をお届けさせていただきました。また次回も応援よろしくお願いします。